今回ご紹介するのはガンダムの世界。アメリカ初期の特撮技術で作られたガンダム映画という設定で AI が描きます。かなり雑な設定。 AI がアメリカのレトロな SF 世界観でガンダムを描きました。今回ご紹介するのは高校の帰宅部。授業終わりに全力で帰宅する女子高生を AI が描きます。全国大会常連の高校からピックアップ。日頃から鍛錬を怠らない強豪校帰宅部の活動風景を AI が描きました。6月といえばジューンブライド。ウェディングドレスを着た初音ミクのフィギュアを AI が描きます。ウェディングドレス姿の初音ミクフィギュアを AI が描きました。僕たち性別を超えた無二の親友。
今回ご紹介するのはカルガモ親子のお引っ越し。池から川へ、育てやすい環境を求めて街中を大移動、その様子を AI が描きます。カルガモ親子のお引っ越しを AI が描きました。最後に、時間の関係でニュースに入れられなかった映像をいくつかご紹介します。以上、AI 描写による架空ニュースでした。